来年夏の参議院選挙について自民党県連が大内里香さんを擁立する方向で検討していることが分かりました。元県議の大内さんは2021年の知事選挙と2022年の参議院選挙で落選、その後は党の特別参与として活動しながら次の参院選に意欲を見せていました。昨日山形市で行われた県連大会では、鈴木憲和農林水産副大臣が大内さんについて言及する場面がありました。来年参議院選挙あると思います。大内さんが、私は本当にすごいなと思うのは、何回もあんなに負けたのにずっと一歩一歩やっている姿です。私は大内さん一緒になってやっていきたいなと思っておりますので、ぜひ。関係者によると、県連は来月の役員会などで大内さんの擁立を決定する方向で調整していて、その後7月の県連大会に諮る方針です。大内さんは取材に対し、県連が進める手続きの推移を見守りたいとしています。来年夏の参院選では現職の芳賀道也さんが改選を迎えます。